もう、すでに情報を知っている方はスルーしてください。韓国が、2番艦マラド強襲揚陸艦を就役しました。今回は、甲板の耐熱処理について、詳しく見ていきます。F-35B ステルス戦闘機艦載可能との報道もあったが、実際はでしたね。やっぱり言うことと、することが違いますね。ある意味スケールが違います。2021年6月末に、韓国でドクト級強襲揚陸艦の2番艦となるマラドが就役し、1番艦のドクトの2007年に、就役から14年を経たこともあり、同型艦とはいえ、可能な限りの船体の拡張が図られた形となっている。具体的には、マラドは、満載排水量が1万9000トン、全長 199.4 メートル、全幅 31.4 メートルとなっており、これは、1番艦のドクトより、満載排水量で約500トン、全長で約15メートルほどの船体の大型化が実現されたものだ。このドクトから今回のマラドまでの14年間に、日本の海上自衛隊では、ヘリコプター搭載型護衛艦の出雲、加賀に航空母艦化改修を施すことが決定したため、韓国もこれを睨んだ艦としたかったようだ。というのも、マラドの全通飛行甲板には、航空機用の耐熱処理加工が施されているといい、一部では、日本の出雲、加賀、と、同様に、短距離離陸、垂直着陸が可能な F-35 ライトニング 2B 型の運用の可能性も取り沙汰されている。しかし、マラドの飛行甲板への耐熱処理加工とは、大型輸送機 MV-22 オスプレイの離着陸に対応可能なレベルであって、F-35 ライトニング 2B 型の超高熱の排気熱に対する耐性は、備えていないというのが、大方の見方だ。これは、F-35 ライトニング 2B 型の排気熱に耐えうる耐熱塗装の、技術を韓国が有していないことや、そもそも、ドクト級強襲揚陸艦の内部構造は、F-35 ライトニング 2B 型を収容する設計ではないことが、その理由として挙げられている。また、耐熱加工以前に、マラドの飛行甲板の強度自体が、戦闘機の離発着の荷重を視野に入れて設計されたものではないとも言われており、その点からも、F-35 ライトニング 2B 型を艦載機とすることは、物理的に困難な模様だ。こうしたある種、非常に特殊な F-35 ライトニング 2B 型の運用に、必要な飛行甲板の強度、耐熱加工、エレベータや収納スペースの構造を鑑みれば、見た目に全通飛行甲板を備えるとはいえ、戦闘機運用は容易ではないとわかる。裏を返せば、日本の出雲や加賀は、設計、建造の時点から F-35 ライトニング 2B 型の運用を想定していたとも言えそうで、これらの建造の際に、野党が憲法で禁止された空母だと非難していたのも当たっていたと言えなくもない。ただし、これまでの日本政府の見解では、日本が憲法上保有できないとしているのは、SLBM を搭載した戦略型潜水艦や長距離戦略爆撃機、そして攻撃型の空母であり、出雲、加賀は攻撃型に抵触しないとの判断に基づく。自衛隊は、軍隊ではないという、他国から見れば、摩訶不思議な政治的な命題に、絶えずさらされている中では、艦艇、航空機等の、主要な装備の調達にも、非常に面倒な理由付けが不可避であり、現場や防衛省の苦悩も、一方ならぬものがあるだろう。さて韓国の、マラドだが、1番艦の、ドクトは、強襲揚陸艦だと、韓国内でも表現されているが、今回は大型輸送艦と呼称されており、これがどこに向けられた何故の配慮なのかは、はためからはよくわからない。韓国内のメディアは、
1番艦のドクとそして2番艦のマラドと着実に韓国が航空母艦建造のノウハウと技術を積み重ねてきていると概ね報じており、世論的な面からも航空母艦の保有に日本のような意味での否定は見られない。ただ現実的な論者たちからは、韓国の最大の仮想敵国は今でも一時休戦状態にある北朝鮮であり、地続きの同国に対して航空母艦を保有することは有効な対応策ではなく、 F-35 ライトニング 2A 型の配備を削減すべきではないとの意見も見られる。こうした意見は、韓国の置かれた地理的、軍事的状況を考えた場合には正論だと思えるのだが、多くの世論は、日本が、竹島、韓国名、独島を軍事力で奪還しようと目論んでいると捉えているようで、その対策に、空母の必要性を唱えている。これは、日本が、出雲、加賀、の航空母艦化を決定して以降、なおさら、韓国も、対抗上航空母艦を保有すべきという声が大きくなり、世論に迎合し政権の支持率を高めるために現文政権が半ば強引に推し進めているように見える。韓国はマラドに続く独島級強襲揚陸艦の3番艦をすでにペンニョンドと命名して建造する計画を推進しており、これがこのところ本格化している韓国初の軽空母になるものと考えられている。韓国の軽空母計画で興味深いのは、これまで、ドクとマラドの2隻のドクト級強襲揚陸艦の建造を手掛けた、ハンジン重工業者ではなく、ヒュンダイ重工業者とテウ造船海洋社が名乗りを上げている点だ。前述のように、ドクト級強襲揚陸艦を通じて、航空母艦建造の、ノウハウと技術を積み重ねてきたと報じられている割には、注目の大事業であるにもかかわらず、その建造企業を変更する方向で進んでいるのは、稀有な感もある。ただし、いずれにせよ、韓国独力での航空母艦建造が困難であるために、ヒュンダイ重工業者には、イギリスのクイーン・エリザベス級航空母艦を手掛けたバブコック社が、テウ造船海洋社には、イタリアのフィンカンティエリ社が支援を実施している。すでに、韓国の軽空母計画の初動の概念設計においては、ヒュンダイ重工業者の案が採用されており、したがって、バブコック社が支援する形で、クイーン・エリザベス級航空母艦と同様のスキージャンプ式の発艦方式が盛り込まれる可能性が高い。2021年5月に、イギリスのポーツマス港を出港し、極東地域派遣へ向けて航行中のクイーン・エリザベスだが、こうした事情もあり、韓国に寄港する可能性も高いとみられ、本採用に向けた韓国へのアピールが予想されている。一方のテウ造船海洋社とイタリアのフィンカンティエリ社のコンビは、ドクト級強襲揚陸艦と同様に、むしろ艦艇の船体をコンパクトにし、ある種小回りの利く運用の実現を図るものではないかとも感じられる。フィンカンティエリ社が手掛ける代表的な艦艇は、2022年に収益予定で偽装中のイタリア海軍の強襲揚陸艦トリエステであり、これは基準排水量 25,816トンで、韓国が考える軽空母よりも若干少ないと言えそうだ。強襲揚陸艦トリエステは全長245メートル、全幅47メートルと比較的小型だが、それでも艦載機はヘリコプターとF-35ライトニング 2B 型の合計で最大20機ほどの収容が可能とも言われており、航空機の運用能力も低くはない。ただし、韓国の軽空母用のテウ造船海洋社とイタリアのフィンカンティエリ社の案には、強襲揚陸艦トリエステやヒュンダイ重工業社バブコック社案と異なり、スキージャンプ方式は採用されていない。個人的には、
クイーン・エリザベス級航空母艦を若干ダウンサイジングしたかのようなヒュンダイ重工業者、バブコック・シャーンよりも、テウ造船海洋社と、イタリアのフィンカンティエリ・シャーンの方が現実的な気はする。F-35B ステルス戦闘機を韓国が導入を決定しています。しかし問題は、F-35B 戦闘機を艦載可能にする軽空母も建造するとの話です。では、詳しく見ていきますね。潜水艦も動かないし、一番は情報漏洩だな。世界の軽空母事情も詳しく見ていきます。中国海軍は、遼寧を就役させて以降、国産での航空母艦の建造を進め、ついには、カタパルトを装備した固定翼、機の運用が可能な、大型空母にも着手しており、増強が著しい。そんな中国海軍からの尖閣諸島をはじめとする南西諸島の防衛策の一環として、日本の海上自衛隊でもヘリコプター搭載型護衛艦、出雲、加賀の航空母艦化を進めている最中だ。中国海軍の場合は、これまでアメリカにほぼ独占されてきた航空母艦を中心とした空母打撃群を整備することで、南、東シナ海から太平洋に向けた影響力の拡大を志向している。日本の場合は、こうした中国海軍の増強を鑑み、拠点となる陸上滑走路の少ない南西諸島の防衛に向けて、移動可能な飛行基地の一つとすることで、これに対抗しようとしている状態だ。航空母艦化を終えた出雲、加賀の艦載機となるのは、ロッキード・マーチン社製の第5世代戦闘機である F-35 ライトニングに、B 型であり、短距離離陸、垂直着陸が可能な機体である。ただし、出雲、加賀、航空母艦化の改修を終えた後でも、飛行甲板上を含めない、その最大搭載機数は10機前後と見られており、航空母艦としての攻撃力は、あくまで限定的だろう。そうした状況下、2020年12月には、韓国海軍も航空母艦の取得に、乗り出す姿勢を明確にしており、艦載機も日本と同じく、F-35 ライトニングに B 型を調達する方向だと見られている。日本では、出雲、加賀の2隻に対し、合計で42機の F-35 ライトニングに B 型の調達が予定されているが、韓国ではひとまず、同期 A 型の20機分の予算を流用し、これを B 型に置き換えるつもりらしい。この方向で、本当に、韓国が航空母艦と F-35 ライトニングに B 型を、
手に入れるとすれば、アメリカ、イギリス、イタリア、日本に次いでの同機を艦載機として運用する国になる可能性があると言える。ちなみに、日本の出雲、加賀、和基準排水量19,500トン、満載排水量26,000トン、全長248メートル、全幅38メートルの艦用だが、韓国が想定しているのはもう少し大きい。まだまだ計画段階とはいえ、韓国の航空母艦は満載排水量が4万トン級になると言われており、その容積に合わせて艦載機の F-35 ライトニング 2B 型も20機の搭載を考えているようだ。今現在まで過去も含めて航空母艦を保有したことのない韓国が、満載排水量とはいえ4万トン級の航空母艦を保有しようというのは無謀にも思えるが、それでも小さくした方らしい。というのも検討した中には、なんと満載排水量で7万トン級で、しかもカタパルトを備えたアメリカ海軍と同様に F-35 ライトニング 2C 型を運用する案も含まれていたというから驚きだ。イギリスのクイーン・エリザベス級航空母艦が基準排水量4万5千トン、満載排水量約6万8千トン、全長284メートル、全幅73メートルであることを考慮すれば、これより巨大な艦艇である。これだけの巨大な航空母艦を建造しようと検討したことだけでもとても現実的とは思えないが、艦載機を固定翼機とし、カタパルト射出をどのように実現しようとしていたのかも不思議だ。現状で韓国海軍が運用中の艦艇では、徳島級揚げ揚陸艦が基準排水量14,500トン、満載排水量19,200トン、全長185メートル、全幅32メートルの規模ではあるが、これに比べても、はるかかに大きい。韓国では、2020年12月末に、合同参謀本部が4万トン級航空母艦の建造計画を決めたと報じられているが、前述の徳島級揚陸艦の設計にも、ワイセマ社の協力を仰いでおり、海外からの支援は必須だろう。一説によれば、イギリスのクイーン・エリザベス級航空母艦の設計を担った、同国のバブコック・インターナショナル社が、韓国の航空母艦建造への参画を、企図しているとも召されている。すでに、韓国海軍では、それまでのドイツ製潜水艦のライセンス生産で培った、ノウハウをもとに土佐南チャンホ級潜水艦の建造も進めているが、これにも同社は協力しており、関与する可能性は高そうだ。ただ、日本から見た韓国としてではなく、韓国のマスメディアや世論の中にも、領海の範囲の狭い自国が、わざわざ、建造コストも運用コストも膨大な航空母艦を持つことへの慎重論も聞こえてくる。こうした慎重論に対して、北朝鮮のミサイル攻撃で、陸上の飛行場を破壊される可能性があることを想定すれば、移動可能な航空基地としての航空母艦が必要との反論も見られる。2021年1月には、韓国の中央日報が CG で描かれた4万トン級航空母艦のイメージ画像を報道しており、
それによれば、2つのアイランド環境を持つ。アメリカの強襲揚陸艦にも似たデザインとなっている。こんにちは。ナビゲーターの東條朝香です。まだまだ性能という部分では分かっていないが、日本の潜水艦技術には到底及ばないのはすぐに理解できるだろう。最新鋭潜水艦にはリチウムイオン電池が装備され、機動力まで手に入れているのが現実だ。本当の意味で大変なのはこれからだ。島山康正弘とサン・アン・チャンホが本格的な任務開始から、本来の潜水艦の意味が出てくるだろう。韓国軍がどこまで潜水艦部隊を編成できるか未知数だ。期待半分。と言うべきか、技術レベルで言うのはこれからだろうが。しかし、時代は、もっと革新的な技術が必要となってきてる。戦略的な戦術とともに装備する方向性までも違ってくる。どこへ向かうのかはまだこれから。それでは、進水式を見ていこう。韓国海軍のトサン・アン・チャンホは2018年に進水し、2022年に収益を目指している。韓国にとって初となった自国建造であり、通常動力型としては最大級とも言える規模の潜水艦だ。それまでの韓国海軍はドイツ製の209型潜水艦を輸入することから始め、自国内組み立て、自国内ライセンス生産を経て、潜水艦建造に必要なノウハウを蓄積し、この艦の建造に至った。トサン・アン・チャンホの特徴は、通常動力型潜水艦としては、大きな水中排水量と、攻撃型潜水艦という分類にとまらず、戦略的な用途にも、
使用可能な垂直発射装置 VLS を備えている点だろう。これは第二次世界大戦後にも長い期間をかけて独自の潜水艦建造を行ってきた日本の潜水艦と比較しても、数値上のスペックからは未知の領域と言える分野に踏み込んだものだ。島山康正弘とサン・アン・チャンホは全長が 83.5 メートル、全幅が 9.6 メートル、水中排水量3705トンであり、これに続く2番艦、3番艦は敵時間用を拡大していく方式で建造が進められている。ちなみに、海上自衛隊の最新型双竜型潜水艦は、全長が 84.0 メートル、全幅が 9.1 メートル、水中排水量4200トンであり、ほぼ同サイズと見て差し支えないと言えるだろう。この、双竜型とほぼ同サイズにもかかわらず、VLS を6機搭載した。とサン・アン・チャンホは、通常動力型としては比較的大規模が言え、かなり強引に兵装を押し込んだ印象を受ける。前述のように拡大が予定されているとサン・アン・チャンホの2番艦以降には、さらに垂直発射装置 VLS を増設、計10機が搭載される計画であり、かつ、原子力推進機関の採用も囁かれている。初の潜水艦自国建造から、さすがに、原子力推進型までの飛躍は少し、眉唾ものだとも思えるが、そもそも自国建造とは言うものの、完全な国産の潜水艦と言い切れない要素も多い。まず、設計そのものが韓国内で行われたことは事実であるとはいえ、内実は依頼したイギリスの企業が韓国内に事務所を設置してそこで設計したというのが正確な表現だ。また、トサン・アン・チャンホに搭載される電子機器類も、ソナーをはじめとして機関部のほとんどがヨーロッパ製品の輸入及びライセンス生産であり、純国産とは言い難いのも実情だと言える。しかし、トサン・アン・チャンホはこうした外国製品の導入コストもかさみ、建造コストは優に830億円を超過し、双竜型最新艦の東竜の約690億円と比較しても、高額となっている。ただし、トサン・アン・チャンホは、鉛製の蓄電池と燃料電池を併用した、非待機依存型システム機関を搭載しており、王竜以降のようなリチウムイオンバッテリー搭載艦ではない。それでも、スペック上の水中速度は、時速20ノット以上だと言われており、この点については、双竜型と比較しても、遜色のない速度を、実現していると言えるだろう。トサン・アン・チャンホは前述のように、垂直発射装置 VLS を6機実装しており、これは、巡航ミサイルだけでなく弾道ミサイルにも対応可能なことから、戦略兵器としても位置づけられている。ここで疑問となるのは、一体、どこの国を仮想敵国に設定して、こうした戦略潜水艦の運用を想定しているのかという根本的な問題であろう。韓国が直面する目下の仮想敵国といえばもちろん北朝鮮なのだが、その北朝鮮は総隻数こそ70隻近い潜水艦、潜水艇を保有してはいるが、どれも旧式であり、韓国の優位は揺るいでいない。そもそも北朝鮮の潜水艦、潜水艇に対応することを第一に考えた場合、何も戦略的に弾道ミサイルまで潜水艦に装備する必要はなく、
通常の魚雷で十分対応可能だと思われるのだ。アメリカやロシア、近年の中国などの軍事大国であればこそ、他国の領土を先制攻撃も、しくは報復攻撃が可能な戦略型弾道ミサイルを実装の潜水艦を配備しているのが現実だ。そのことの是非は、ともかく、直接の仮想敵国北朝鮮は地続きの国である。韓国が、わざわざ大金をつぎ込んで、戦略型として使用可能な潜水艦を配備する必然性が見当たらない。このことから、一部には日本に向けた攻撃力を誇示することが韓国の狙いだとする向きもあるようだが、そこまで恣意的な悪意を持っていないと思いたい。もし仮にこうした方向性が顕著になるのであれば、日本としては護衛艦いずも加賀を航空母艦とする改修は行いつつも、さらなる対潜哨戒用の艦艇を必要とするだろう。ただ反面、逆の見方としては、こうした無用な兵器に韓国が予算をつぎ込んでくれている間は、そこまで日本が心配する必要はないとも言えるのかもしれない。むしろ、北朝鮮と韓国がこれまで以上に蜜月な関係となり、その潜水艦が北朝鮮の核兵器と結びつくことがないように監視を続けることが肝要とも言えそうだ。